はいどうもこんにちは、ピアソニーです。今回は第五人学の今後のアップデート情報などをまとめた、まあ、Q&A ニュース速報みたいなやつがまた発表されたので、重要な部分をまとめていこうと思います。さあ、まずは対戦バランス調整について見ていこうと思います。結構今シーズンでいろんなキャラクターの調整ありますよっていう部分が結構細々出されていたんですけど、それが、まとまって今回発表がありました。今シーズンでバランス調整予定のキャラクターはという質問に対して、今シーズンは、サングリア、オペラ歌手追加。これはね、初出しだね。なんかサングリアに関してはそこまで触れられてなかったけど、これは新しく、来ました。そして、墓守、これは毎回言われてたかな。墓守、バイオリニスト、教授、オフェンス、グレイスです。ということで、1、2、3、4、5、6、6キャラクター分が、今シーズン末にテストサーバーを挟んで、能力調整やっていきます。で、さらに、今週中に、足合の羊、まあ、今週の木曜日のアップデート。で、ジェフリーは下方修正予定で、お餅職人は上方修正予定です。ということで、お餅職人は早かったな。お餅職人の調整もね、ずっと前々からやるって言って、前の段階でね、1個前のアップデートで一緒に追加される予定だったんだけど、まあそれがね、結構、難しいって感じになってて、結構延期延期ってなってたけど、もう今週お餅職人、これ結構楽しみですね。で、新しく今回発表されたのが、サングリアとグレイスだね。グレイス、ただ、括弧攻撃判定時間をやや伸ばす予定です。ということで、グレイス強化が入るんだ。まあ、通常攻撃グレイス全然なんか短いなーって感じしなかった。より一層通常攻撃の判定が、まあ強くなりそうな感じはするよね。で、オフェンスに関しては、なんかオフェンスは確かね、デメリットの部分が大きいから、なんか前のどっかの Q&A で、ミスった時とかのその逆転ができなさすぎてリスクが、高くて難しいっていう意見があって、オフェンスは強化しますよみたいな感じの話は出てましたね。で、教授に関してもこれまた初めて出たね。まあおそらく教授強化でしょう。強化が来ると思います。まあ特に最近出たキャラクターとか、まあその辺と比べると、なんで教授はスキル防げないのみたいな感じの問題はあるから、スキルに対してもう少し強くなれば、まあ結構そのどのハンター来たとしても戦っていける、全部は無理かもしれないけどね。っていう風になっていけばいいかなとは思います。続いての質問、単行者は高修正弱すぎる。磁石も遅くなってるので、ハンターの瞬間移動で終わります。クールタイムを元に戻して、なわけあるかい現段階での単行者の再調整予定はありませんということで、まあ本当に単行、めっちゃちょうどいいよね、今のキャラクターで。ハンター側、サバイバー側、どっちにも上振れ狙いたいとか、プレイヤースキルが、もろになんかお互いね、反映される気がして、すげえなんかいい感じのキャラクターだなって俺は、今のとこ思いますね。で、続いての質問。狂眼、バルクの制御台を遮る物体の非表示も追加できますか？例えば、固形村の木や小屋の天井を透明にする。はい、調整を検討していきます。これね、でかいね、結構。でもお前バルク使えねえだろ、エアプだろって言われるかもしれないけど、さすがにサバイバーでも対戦してて、結構その、特に月の川公園とかも、ジェットコースターの下のとことか、屋根があるとこに入ったら、マジで見えなくて、あとそれこそ、院内とかね、もう全部、何も見えない状態にしてっていう風にできるから、それが全部透けるんだったら、だいぶね、そこの、何も見えないとこでサバイバーは壁置きをうまくやったりとかするんだけど、それができるんだったら、まあ結構、バルクここ見えないじゃんとかがやっていきそうで、小屋の天井、まあ天井だけなのかな？なんか2階がある場所とかは変わんなさそうだよ。2階があるとこまで消しちゃうと、いや逆に2階見えんやんけってなんかよくわかんないことになっちゃうから、シンプルに邪魔な木とか、まあオブジェクト系、まあ、あと小屋、まあ、小屋透けて見るの、結構いいよね。まあ、そこら辺の、まあ、2階のテントとか、ちょっとだけ被るとことか、あそこら辺とかが、まあ、なくして、より一層バルクの操作感は上がるし、まあ、サバイバーはサバイバーで、まあ、ちゃんと避けてねって感じでして、まあ、バルクが超強くなるわけではないけど、まあ、シンプルに操作しやすくなって、もうバルクファンは喜びそうな感じかな。さあ、続いて、これはバランス調整ではないけど、試合中の定型文で、自分の、人格を送信できるようにして、なるほど。今のバージョンだったら、0と9、まあ、フラホなのか、とか、左右なのかとか、そういうのが、もう人格が途中でわからんと。マッチング最後1秒でキャラ替えがあったりとかして、誰が救助いけるんだいっていうのがわからないから、定型文で自分のチャットを試合中に送信できるのが、今後追加されるということで、まだこれどうなんだろうな。でも、まあ、確かになんか、傭兵とかだったらわかりやすいけど、これ、どうなん？曲芸これ、危機一髪なのどうなのみたいな感じの時に、まあ使いやすいか。まあでも枠一個削っちゃうのはちょっとなんか渋い気はしなくはないけど、まあまあまあ、まあなくて困らない。うん、あって嬉しい感じではあるな。さあ続いて、脳幹視の情報修正はありませんかという質問に対して、棺桶の子が強いですが、ハンターは異形とスキルで対策ができます。なるほどね。そして自分自身に使う場合、ロケットチェアの、耐久ゲージもそこまで意味がなく、チェイスも弱いので、チェイスでもっと耐えれるようにしてほしいです。ということで、これとんでもないことを、
って言ってますね。それに対して、異形の実装で脳幹視のパフォーマンスに影響しているのは確かなので調整を検討していきますということで、調整、まあ、ほぼ検討タイム入ったらほぼ、調整で来ることはほぼ確と言っても差し支えないと思います。まあ、今回のシーズン調整では来ないかもしれないけど、まあ、いずれね、来るということで、これ脳幹視やばいんだよね。まあ、大会とかでもめちゃめちゃピックされて7番もめちゃめちゃされるぐらい脳幹視は強くて、まあ、ただそのランクマだったら使いにくいっていうのはそれはもちろんそうで、マップとかによっても難しいし、でも脳幹視が今ギリ許されてる。でも脳幹視ほんと強いんだよな。いるだけでダメージ1回分食らわないから、結局脳幹視の役割って結局心理学者みたいなもんなんだよね。どういうことかって言ったら、脳幹視がいることによって結局救助いかないじゃん1回分だから、それによって救助者のワンダメージ分が節約されて、結局サバイバー全体のパーティーで見ると、あの体力値は多いし安定しやすいで、無理してこれ脳幹視で脳幹視しなくてもいいかな。そのもう勝手にその味方には死んでもらって、でその3人盤目になった後以降にその自分自身の自衛用として使えば、伸びていくかな。これ脳幹視ってね、本当にちょっと強くしたらもうとんでもない理不尽サバイバーに爆弾する可能性あるか、ここはちょっとね気になりますね。このまま脳幹視派遣が来るのかが、まあ微強化に収まるのか、ここちょっとね、今後も注目していきたいところです。続いてコピーキャットに新キャラクター追加。これは前もあった話だったけど、実装時期が発表されましたね。11月末か12月上旬に実装予定ですということで、この間のね新情報番組でも発表ありましたが、まあ、新役職だな、新キャラクターっていうよりは、まあ、それも追加されてまた新しいようなものが実装されたりとか、この間コピキャンに関する、なんか発表があったのは、人数がもう少し自由に選択できたりとか、そういうより一層なんかその人数の幅とかも増えて、まあ、いろんなね遊び方がまた今後も追加されていきそうです。さあ続いて、ちょっとこれはマニアックな話かもしれないけど、俺がめっちゃ興味あるんでちょっとだけ紹介させて。巨漢の撮影モードで照明を追加できませんか？今は家具が、暗いのでということで、これ撮影の話ですね。まあ、これもう本当にねサムネ作る身としては、ほんと最近の巨漢的にはすごいんだよ。もうカメラのアングルめっちゃもう自由自在に変えれて、もういろんなキャラクターの好きなポーズで、写真撮影できるんだけども、まあ、そのね照明追加してくれたらね、まあサムネにしやすい。でこれさ、巨漢の今撮影でめっちゃ本当にもうカメラぐる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 変えてめっちゃ撮影しやすいんだけど、これ感染のさやつでさ実装してくれない？なんか試合してるなんていうのマップで写真撮影モード実装運営さんどうですかね。これどう、これいいなと思った人、このちょなんとかさ公式のこのなんかアンケートとか意見ボックスのところにさ送ってくんない？この撮影モードでマップに入れるモード実装どうですか。もうほんとそれがあればサムネ撮影がはかどる。であともう少しカメラのアングル、上から視点と下から視点をもっとめちゃめちゃ真下からとかめちゃめちゃ上から撮れるように、してほしいっていう、サムネ、もうサムネ撮りたいがいい。でもね写真めっちゃ撮るの楽しいんよ。だからその辺の写真ファン、そしてサムネファン、サムネファンってなんだからのお願いです。これがね僕は実装待ってます。さあ続いて、これは気になってた傭兵のね最近 e スポーツコラボ衣装がね、実装されたんだけど、その携帯品がちょっと前動画にも、取り上げたんだけど、携帯品がとにかく豪華なんですよ。これ SSR 衣装と UR 携帯品の傭兵のセットで販売されていて、その UR 携帯品がもう初のチェイス BGM まで変わっちゃったりとか、足跡もついてるし、もちろんね、スキル使った後の派手だしっていう。で、その通電したら通電エフェクトみたいなのついてて、もう初の通電エフェクト。そして、専用チェイス BGM が追加される、もうとてつもない携帯品。なんだ、LR じゃねえぐらいの、もうクオリティで来たんだけど、それに対して、今後その e スポーツシリーズコラボ衣装って、もう確定してるんですよ、来るのが。それぞれキャラクターも発表されていて、ハンターはピエロ。で、残りのサバイバー3名分4人で遊ぶから、傭兵プラス、骨董賞と、応援団と確か囚人だったかなのキャラクターが、来るんですけど、そのキャラクターたちは、今回のような登場エフェクトと音楽がセットで、あるのですかという質問に対して、はい、その通りですということで、これは来ました、嬉しい。今後も、追加される e スポーツシリーズ衣装は全て SSR 衣装、そして UR 携帯品のセットで販売されて、なおかつ UR 携帯品はもう専用チェイス BGM がね、それぞれ鳴るということで、めっちゃこれは期待できるね。骨董賞とかめちゃめちゃかっこいいだろうな。ボウフルレバー全然強いし、そのチェイス BGM もかっこいいだろうし、で応援団は応援団で良さそうだし、確か囚人とかね、もうそんな通電とか回復周りすごい豪華そうだし、でハンターはハンターでピエロもまたどうなるかもう気になるし、まあ、そこら辺もめちゃめちゃ楽しみにしまし、していきましょう。さあ続いて、協力狩りで使うアイテムの追加はありますか？とにかくハンターサバイバーにも、さらに使えるアイテムが必要ですということで、はい、手配します。いや、今回なんかすごいな。いろんなモードでなんか、
ね、あの力入れてるような、まあ、とにかく新エンジンになったからいろいろなんかできることが増えてるっぽいようなこともちょこちょこ書いてますね。で、年末年始に分室の衣装復刻という噂がありますが本当ですか？デマです。さあここからは今後追加されていく衣装とかの、質問に対する回答ですね。まず次さっき、話題に上がっていた e スポーツ衣装次いつ来るのって話で、それは正月ごとのバージョンアップとともに実装予定です。正月ごとのって何どういうことなの？正月そんないっぱいある？まあ、正月来て旧正月来てみたいな、まあ、そんな感じか。まあ、正月もね今んとこ発表された内容は正月、まあ、年明けに、演劇の星衣装が実装されますよっていうところまで来たから、そのタイミングで、なんか e スポーツコラボ衣装、まあ、また来たりとか、その次のアップデートで来たりみたいな。結構正月、第五人格ね、この年末、この間発表された11月からめちゃめちゃすごいけど、こう年明けもすごいんですよ。1月のアップでめちゃめちゃすごい。1月から2月のバレンタインぐらいまでかな。中国の旧正月とか合わせて、そこら辺までが、まあ、とにかく衣装の追加多いので、まあ、本当にね、欲しい衣装があって、ちょっと予算にも限りがあるっていう人は、まあ、そこら辺結構その情報を全部出てから、まあ、これにしようとかね、期限まで注意しながら引いていくのがおすすめです。さあ続いてちょっと切れ気味の質問来た。庭師の新衣装の公開日程は、前の新図 SSR 衣装はもう6年ぶりですよ。6年前ですよ。庭師の新 SSR ガチャ6年来てないの。それに対して、次のシーズンの、神髄、まあ、ガチャの SSR 衣装に庭師実装予定があります。現在衣装スケジュールに検討する際に、ガチャ衣装とショップの衣装を合わせて計画しておりますということで、まあ、ショップとこれガチャ衣装両方来る、まあ、計画してるってことなのかな。まあ、ということで、まあ、庭師もね、新衣装でも庭師結構なんか確か SSR は言われてみれば少ないかもしれないけど、UR はね、それこそショートアニメコラボだったりとか、結構衣装自体は多いイメージあるけどね。さあ、ラスト、ペルソナコラボの全衣装の最適化お願いということに関して、まあ、これはね、前からするというふうに言われていましたが、実装日がちゃんとね、明言されました。ペルソナ5ロイヤルコラボ第2弾と合わせて実装します。吉沢が来るタイミングで、11月7日だったかな。実装ということ。これ全衣装予約が来ますね。実は、この保管師のユースケだけね、先に、モデリング最適化されてるんだけど、まあ、最適化された感じ、その、ちゃんとモデリングが変わっただけで、なんか追加エフェクトとかは、なんかなさそうな感じに俺は見えました。だから、多分全衣装その顔がまた、なんか、最近の第五人格っぽくね、頭身が修正されたバージョンになるのかな。多分あんまり追加エフェクトとかは、なんか衣装によってなんか回り回ってるとかは、まあ UR とかはあるかもしんないけど、他はそこまでないのかなって思ってたり、見なかったり、まあそこでまた追加であるかもしんないしね。そこら辺はまた、ペルソナ5実装、ペルソナ5コラボ実装と同時に、いろいろ見ていこうかなと思ってます。はい、ということで今月もね、公式の Q&A の大事な部分だけまとめて紹介してみました。今回なんか内容多かったというか、なんかギュッと詰まってた、気がしました。はい、ということで、またそれぞれ実装されてみたら動画にして遊んでいこうと思うので、よかったらチャンネル登録高評価お願いします。それではご視聴ありがとうございました。バイバーイ。